でも多分ね、携帯ね、変えるんだ。同じこと繰り返してたの。本当に恥ずかしい。やだ、一回でいいのに。ということで、iPad に、伏せめてる。ループルンしてたの、本当に嫌だ。本当に困る。まあ、もう大丈夫でしょ。あれにした。iPad にした。画面めっちゃでかい。見て、まだタグ切ってなかった。携帯ね、迷ってて。前、何回も前髪のこと投げた。本当に嫌だ。しかもさ、よりによって前髪の。やばいね。ずっと前髪話してたでしょ。10回も繰り返してないんじゃない？その前に多分戻ったはず。かわいすぎて止まってました、黒ピチさん。優しい。5回ぐらい。ねえ、そうだからね、美容院に行きたかったのに、美容院に行く意味がなくなっちゃった。美容院で前髪切ってもらいたくて、でもとりあえずこの間は、可愛くてごめんね。後日ね、CS3 でね、放送されるから、前髪、顔よく見えるように前髪切ったの。で、美容院で揃えてもらおうと思ったのに、なんか、思ったより短くなっちゃったから、これ以上、切らない方がいい気がする。だって来週、クリスマスライブだし。ね。どうしよう。どうしようだよ、本当に。ループルンは録画しなくていい。ね、くるーん。みんな言ってる。ループしだしたって。いやー、焦った。すいませんね。もううちの子限界みたいで。あ？でもあと4ギガ空いてるよ。とか言って。買い時だ。ちょっともうそろそろ買い時なんで。待っててね。クリスマスプレゼントみんな。ミクリもね、携帯にしようかなって思ってる。ねえ、見て。なんかさ、やっぱりさ、iPad だとさ、髪色暗くない？あるある、これ前から言ってる。iPad だと、髪色暗く見えて、携帯だと焦げ茶に見えんの。なんでだろう。めっちゃ暗く見える。でも本当はこんな色じゃないんだよ。どこまで行ったっけな。14プラスなんか、最新のはね、いいかなって思ってて。12か13、どっちがいいんだろう。違いが分かんないんだよね。こんばんは。ゆうさん、ざわちょうさん、ピートさん、テイチさん。こんばんは。あ、のんたんさん。歌、こんばんは。オレンジさん、完熟ヴァンパイアさん。初見さん、大悟さん、初見さん、高根のなでしこのみくるんこと星谷みくるです。こんばんは。はじめまして、高根子。あ、12月25日来週クリスマスライブがあるんですけど、まさに今イベント中なんだけど、2部夕方から始まるライブが無料配信が決定したので、ぜひ見てください。高根子ライブします。あ、今更ツイッターフォローしました。ねえ、待ってた。待ってたよ。ありがとう。ミクル本人は前髪納得してないと思うけど、僕は大丈夫。ほんと？ではいっか。4ギガ、いや、いつもね、0.5 とか1ギガで戦ってるからね。実は。
もう大ピンチだよ、本当に。大ピンチ。だから昨日までアプリケーションアイコン消えてたバグで、アイコンがねもうね透明になってね、何が何か分かんなかった。え、俺13だって。え、13、12 Pro、え、何がいいんだろう。でもさ、なんかプロがつくとさ大きくない？サイズなん12 Pro とかさ、なおちゃんがね13 Pro かな、でかいんだよね。から普通の12か13、でもね違いが分かんない。あ、高猫よく知ってます。じゃあ可愛くてごめんも見てくれたですよね。可愛くてごめんも見てくれてね。確かにこの前茶色かったから今日はすごく暗く見える。染めてないんだけどね。やっぱって画質良くない？泣き、え、嘘。ま、来週クリスマスだし、もうちょっとで変わるはず。そう、翔吾今日誕生日だよね。ねえ、おめでとう。みんな、翔吾さん今日誕生日なの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア翔吾。パチ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 。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう、翔吾。おめでとう。素敵な一年にしてね。会おうね。楽しみにしてるよ、ライブで会えるの。来週。クリスマス会おうね。あ、せじんちゃんだ。こんばんは。よしひこさんもこんばんは。野球さんこんばんは。野球してんのかな。まさくん、梅ちゃんの友達さんこんばんは。大ちゃんありがとう、ハート。あ、そう、イベントは終わったけど、メンバーもう今週の日曜18までね、毎日やると思うから、星投げとカウントよろしくお願いします。そう。まだイベント中なので。え、そう、OT のさ、片手持ち難しいじゃん。電車とかでさ、こう、片手でさ、上まで届かないのが嫌で、OT のがいい。OT のはちょっと困った。ムクルン、うちわ作ったらレス来るよ。なんかね、誰かね、エゴサルンしてたらね、ミクルンからレス、ファンサーをもらう方法って書いてあった。まあ、ペンライトか、うちわとか。そうで、事前に、うちわだったらこういうの作って持ってくよとか、そう、教えてくれたら、こういう洋服だよとか、席教えてほしいな。星羊さん、こんばんは。りょうくんもこんばんは。僕はこの間、SE の3の赤。え、赤？意識してくれたの？意識した？ありがとう。嬉しい。ヨッシーさんこんばんは。プロと無印ほぼカメラ。いやー、マックスでかい？プロマックスとかもうダメだ、でかすぎる。ちょっと撮れないからな。あ、みんなめっちゃお祝いしてるね。ありがとう。私も嬉しい。おめでとう、本当に、翔吾。嬉しいな、その日に、ね、配信できて。目が血張ってるほど見ました。あ、ありがとうございます。可愛くてごめんね。可愛くてごめん。嬉しいな。そう、115万回行ったらしくて、今日大学でもね、話してる子がいるんだけど、お友達に、可愛くてごめん。この間100万回行ったよね、おめでとうって言われて。しかも、ミクルンさ、センターでさ、嬉しいよって言ってくれた。広まってるの嬉しいよって。そうなんですよ、お友達も。100万回行った日のね、別の子はね、メッセージも送ってくれたよ。おめでとうって。優しい。クロエさんこんばんは。ファンサもらう。ファンサとか。レス
もらう方法って。カブさんこんばんは、久しぶり、お久しぶりです。 iPhone SE がいい、友達 SE だ、なんか指紋認証があるじゃん SE って。でなんかいや俺はなんか指紋なんだっけな、短縮、時間短縮できるから SE じゃ、あの顔認証 ID よりも指紋の方がいいって言ってた。みゆひめさんこんばんは、こんばんは、はじめまして。じゃクリスマスライブ行く、え嬉しい。高根校のライブがはじめましてなのかな、ちょっとみくるんと話すのがかな。こんばんはみゆひめさん、ちゃんちゃんで合ってる、ちょっと自信がない。ひまわりいちごさんこんばんは、僕のイメージカラーは青なのでみくるん意識してないと赤を選びます。ありがとう、赤色嬉しい。じゃあ常に一緒だね、一緒。え120万いってんの今、え嬉しい、120万、すごすごい、120万だ。 TikTok もそうだ、25日クリスマスまでに可愛くてごめんの高猫バージョンの音源見に行くので、あと1週間あと1週間かな、あっという間だったな意外と。えっていうか早くない、来週クリスマス、クリスマスが終わったら大晦日、早い。みんなお掃除してます？ミクルまだしてないんだよね、なんか鼻声なんだけど。ななかさんこんばんは、ミクルンからのファンサもらえた日には配って、合ってる、なんか鼻声なんだけど、なんでだろう、合ってる、昇天するかもです。じゃあしちゃうね、しちゃうよ、リュウジさんに。あ、サザさんだね、ガバって何、なんでガバなの、最近ガバハマってるでしょ。こんばんは、おもちさんこんばんは、ムクルンセンター嬉しい、ねえありがとう、嬉しい、私も嬉しいよ、頑張るね、これからも、これからもみんなに嬉しい報告ができるように頑張る。早く後楽園のラーメンを食べに行かないといけないんだよね。ライブでの前日に毎日ミクルンでツイートすれば、あ間に合う間に合う、見ているよ。可愛くてごめんの始まってミクルンが一周回るところ、はい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 、ありますありますね、一周回るところ。ももなんとこの間一番最後にやったライブがね、一番ねうまくいったかも、あのキッシュじゃなくて顔近づけるところのねこの間がね一番うまくいきました。大吾さんってことで今日はこの辺で、ちょっとの時間だったけど話して嬉しかったね。明日も日曜までは、明日明後日はまで21時半からやるから、時間あったらぜひぜひ土日も一緒に話そう。ありがとう大吾さん、ミクルンとお話が、やっぱりそうだよね、初めてだよ、高猫ちゃーんになってちゃーんのファンミも行かせてもらいます、ありがとう嬉しい。じゃあお見送り会あるからさ、クリスマスライブ楽しみだね、ちょっとお話教えてよ、私だよって、私だよ僕だよって。風邪大丈夫ですか、風邪じゃないはず、大丈夫、ありがとう。あ、そうだ、そういえばね、さっきね、あ、さっき出ないえ、ミクルンいつも寝てるじゃんって言われちゃう。にゃんこがね、にゃんことね、すごいラブラブだったんだ、寝るとき見たい？見たいですか？
いつも寝てないよ。そんないつも、ね、いつも寝てないよ。ねっていうかさ、可愛くてごめんなさ、嬉しかったの覚えてないの？なんで言われた本人覚えてて言ってくれたの覚えてないのよ。あれだよ、あれあれ、送ってくれたじゃんメッセージね、鼻出るんだけど。ティッシュないかな。ティッシュがないな。え、ちょっと鼻かも。あ、ティッシュないんだったこの部屋。ティッシュ、あ、あるかも、あるかも、あるかも。あった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 。鼻かみたい。よいしょよいしょ。新潟今少し雪が降ってるの？新潟？へえ、寒いね。でもいいな雪。今日ね大学に久しぶりに生足を出していったらめっちゃ寒かった。だからJK の子とかさ、制服ブレザーでさ、なんかあのブレザーだとさコート着れないのかな、着ないからさ、生足にジャケットじゃん。めっちゃ寒いだろうな。尊敬してる。寒かった今日めっちゃ。何リアルキスお披露目会あるって。笹さんそっち目当てで来そうだよそしたら。こんばんは。ハイタッチ1本2本あるの？ハイタッチお見送り？私あると思ってるんだけど、どうなんだろう。だってね、どっちもほら来てくれる人もいれば、片方当たって来てくれる人もいるから、しましょうしましょう。すると思うよ。え、髪型そう巻いたの。え、わかる？巻いたの。でももううまくいかなくて、もう落ち込み。やっぱり負けない、負けない。え、ねえ嬉しい、髪型気づいてくれたの、ありがとう翔太。そう巻いたんだよこっち。あ、そう両方巻いたけど、こっちのがわかる。こっちはね同じように巻いてんだけど、あ、ちょっとこっちは違う、前立て。左右対称難しい。巻いたんだ、ウェーブ巻きしたんだ。これいつも部屋にティッシュないじゃん、誰かティッシュさ持ってきてほしい。ティッシュ、クルンがティッシュって言ったらティッシュ渡してほしい。そうなんねよ。あ、出たんだ。ハーフツインもする。あ、そうだ、クリスマスライブの、あれ決めなきゃ。髪型。でも一部と二部でね、変えたいんだ。あ、そうだ、にゃんこの写真って言ってた。ね、JK 強くない？ミクルの生足？いつ見せるかな？いつ見せるかな？そう、おしゃれと寒さは天秤にかける。そう。そうなの、みんな耐えてるんだよ、足出してる子は。ストッキング履いてなかった。なん、そうなの。かわいい、めっちゃ来た。誰だ？あ、てっちゃんだ、ありがとう、かわいい。この話をしたら髪の毛のことかな。今日はね、時間があったからね、巻いてみたんだ。
さんこんばんは、こんばんは、こんばんは。にゃんこね、あ、ファームの時はお見送り恥ずかしくて照れた。めっちゃ嬉しいんだけど、私本当にあのお見送りとか、もうもしリアルトーク会開催されるってなったらめっちゃ喜ぶよ。リアルトーク会ってなんて略すんだろう。お話し会はオンボじゃん。オンボオンボって言うじゃん。リアトークなんて言うんだろう。リアルトーク会超楽しみなんだけど、多分ファンの人より喜ぶ自信がある。だね、てっちゃんこんばんは、早速ありがとう。来てくれてすぐ可愛いの送ってくれた。あ、花火だ、花火だ、たまやん、たまやん、花火だ。これは60万ポイント。わー嬉しい、やったー、ありがとう、ありがとう。すごい、なんか本当に先週今週とおめでたいことが多くて、カチューシャつけよう急に。そう、先週今週とね、おめでたいことが本当に多くて、100万回に4000人突破に、イベントショールームのイベントがさ、2日で650万人万ポイント達成に、そう、夢結びとね、あと10万回と乙女の模様20万回と、すごいよね、おめでたい、めっちゃありがとうね、嬉しい。60万ポイントだって。俺も小学生の頃冬でもよかった。どういうこと？俺も小学生の頃、やばいやばい。あ、なんか来た、なんか別の来た。半ズボン履いてたから気持ちよくわかる。半ズボン気持ちわかる？わかるかな？で、今もちょっと履いてみてよ。半ズボン履いてみてよ。ちょっと寒いよね。そう、ちょっと生足出しちゃった。今日、昨日より日中の気温が、私毎朝天気調べていくんだけど、暖かかったし、やっと花金だっていうのでテンション上がってて、足出そうみたいな思ったらめっちゃ寒かった。あ、ショーンさんだ、ガチコ、こんばんは。こんばんは、ショーンさん。マリちゃん、こんばんは。リアト？リア会リアト？なんかね、オンボ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 来たーみたいな感じでつぶやきたいよね。ラサイの時リアルトーク会、あ、リアルトーク会はリアルトーク会なのかな。勝利こんばんは、こんばんは。ね、リってリはもうリアルトーク会のかけらあるかな。リタカさんこんばんは。しげる局長さん、もったんこんばんは。ルンさん、ビギナーマークついてる、こんばんは。高根のなでしこの見てるんです、こんばんは。ビギナーついてる、どうやったらつくんだろう。そうだよ、てっちゃんが可愛いタワーだよね、可愛いタワー送ってくれてる、ありがとう。すごいね、嬉しい。早速かわいいの来た。今日見て、巻いてるの気づいたかな。巻いたんだ、頑張って。いつか直接見せるね、見せたい。てっちゃん、今回ミカレンの声質がバッチリ可愛くてごめんね、ハマって代表曲になった。嬉しい、そんなにさ自分の声さ好きじゃないからさ、褒められるの嬉しい。つっちーさんこんばんは。ポチポチ、これなんて書いてあんの。ジョマンジって何。ポチ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 、最近さペとかさポーとかしか言わない。つ
つっちーさん、ゆりなちゃん、こんばんは。ちょうど仕事終わり時間がむくるんの配信で嬉しい。あ、よかった。むくるんは21時半だよ、いつも。あとは M ステさん出演とか目標ね。そうだね、歌番組に、歌番組に高猫呼ばれたいね。テンション上がって足だそう。珍しいコメントをしてくれんの。テンション上がって足だそう。テンションだから、足出してる時とか、なんだろう、ちょっと髪の毛巻いてる時とかは、みくるんなんかいいことあったんだなって思って。みくるんなんか嬉しいことあったのかなとか、いつもとちょっと、いつもよりなんか気合い入ってるのはなんかあったのかなって。私ね、すぐバレると思う。なんかちょっと雰囲気変わったり、なんだろう、あとメイク変えたり、なんだろうね、なんかすぐバレそう。これなんかミクルなんかあったなみたいな。いいことあったな、逆になんかこの日ちょっとビジュアル悪い、なんか悪いことあったのかなとか。バレるのかな。限界、あ、ちょっとやめよう、限界はやめよう。25日の2部の一般チケット先着でまた販売。あ、よかった。そうなんだ、ありがとう。2部のチケット、海幸、山幸さん、こんばんは。また練習さん、こんばんは。え、コテ使えないから変にさ巻いてさ、あちってなったよ。あちってなった。そう、ペとかさ、ポとかピとかさ、いや、なんだろう。なにこれ、パピープペポかな。じゃあミクルはパにしようかな。プー募集中。マッキーマッキーさん、こんばんは。カズさん、タさん、こんばんは。 FNS 歌謡祭見たよ、ちょっとね。タカネコ出たいね。タカネコめっちゃ出たい。だからまずはタカネコ歌番組で知ってもらう前に、たくさんの人に今ライブとか、あとね、これこそ2部の無料配信で見つけてもらおう。え、ポチポチってさ、結構さ、テンション高い時とかさ、文章で伝わる感じ。マイクロバスに乗ってます、だって。ま、乗ってます。どこ行くの、どこ行くの、帰ってるの。最終審査の後のお礼配信で、なおちゃんもみくるんの声褒め、え、そうなの、そうなの、おい。でもなおちゃんな、いろんな子に声が出るからな。今日は可愛い。え、もったん今日もって言って。今日気合い入ったな、いいことあったら分かるけど、ビジュアル悪くて悪いこと。なんかちょっとめくるん、この日押し込んでるみたいな。私ね、すぐ顔に出んの。だからババ抜きとか嘘とか つけないのね。本当に顔にすぐ出んのやめたい。にやけんのとかさ、すぐ分かるの。人狼とか苦手そうって記憶が来た。人狼は、まあ、そもそもやり方わかんないのに、メンバーとやったよ、大阪遠征で。で、いきなり人狼になっちゃって、何言っていいかわかんないから、とりあえず村人、市民って言ったのにバレた。だからまあちょっと待って、鼻声なんだけど。だからまあ、あの、特にイケメン隊のみんなはやっぱり毎日こう写真ね、そう、最近ね、写真がね撮れてないから、そう、前の写真なんだけど、この土日に撮るね、撮る予定。だからそう、あ、今日気合入ってるなとか、
素直にあのもし分かったらリップとか配信で教えてね。今日なんかいいことあったのとか。でもちょっと今日ビジュアルみたい、あのマイナスはやめよう。マイナスは大丈夫。そう、昨日初見でありがとう。早速メッセージ取りました。あ、ありがとう、嬉しい。メッセージ、メッセージ、ラブレターかな。今日坊主だのやらかしたのかな。ねえ、写真がないの、割れてる。写真がない、平日撮らなすぎて写真がない。だから来週分、来週分の写真が、あー、バレてる。いやだってもう結構出したよ、結構出したよね。バレバレ。土日だな、土日ね。もういい、もういい、もう分かったから写真の話やめよう。もう分かった、分かった、分かった、はい、ストックね、ストックない。もう分かった、いいよいいよ、もう伝わってるの分かったから、うん、うんうん、でも本当に載せたかったの。本当に載せたいじゃん。だってさ、だってさ、だってさ、あの再生回数さ、他のさ曲の MV でさ伸びたのとかさ、そう、それはやっぱりその写真出して、その写真出してありがとうって言いたかったし、宣材写真は、いや、なんか送ってきたんだよ、送ってきたの、ファンの人。宣材写真、これこんなのあったんだって。だから、あ、そういえば最近、そうそう、しかもちゃんと理由あるからね、可愛くてごめんで知ってくれた初見さんもいるわと思って、宣材写真のちょっと昔の写真見せようって思ったの。今日の朝、今日の朝、なんだっけ、ストック、ストック、え、今日の朝の、いやでもだから今日の朝のは、そう、あの潜在写真のね、顔のどっちが好きって言ったらね、すごい40ぐらいリップ送ってくれたから、もうちょっと欲しいなって思って言った。ちーさん、書店さん、はじめまして、はじめまして、高根のなでしこのみくるんこと星谷みくるです、こんばんは。カービィ、これこれゲームセンターで6回ぐらいで撮ったんですよ。6回ぐらいで撮ったのすごくない？ちょっと待って、一回じゃあさ、他のメンバー確認しよう。ちょっとみんなの前で他のメンバーのちょっと最近のツイート見てみよう。私だけじゃないかどうか。じゃあまず待って、全員のはちょっと見れないから、なおちゃん、なおちゃん見てみる。なんか、なおちゃん昔の写真載せてるんだけど。びっくりした。ちょっと待って、朝ツイート、朝ツイート、あれ、なおちゃん朝ツイート今日してないや。なおちゃんは意外と、あのなおちゃんは意外と文字だけでツイートするのが多いかも。で、たまに、そうだね、配信の写真。はい、次。すーちゃん。
すーちゃんも文字じゃない？朝。いや、あのね、朝はね、そう、写真撮れないもんね。夜だってね、学校もあるしさ。そうなんだね。はちゃめちゃに寒いらしい。だってかわいい。やっぱ夜ツイートは写真。ももこちゃん、あ、ダンスレッスンのね、後の写真、ダンスした後の写真とか載せてる。あとはこの間のあれか、おもかわさんの写真とかかな。ももにゃん、ももにゃんはね、あの美容院の写真だ。かわいい。美容院の写真とか結構さ、ももにゃんはももなんじゃなくてももにゃんなんだけど、ももにゃんはたどりのイメージ。たどりかな。え、結構みんなさ、そんな上げてなくないで、え、だからため撮りだよ、やっぱり。だってリリちゃんも、え、リリリリリリでさ、デートをした時の写真をさ、結構使ってるじゃん、いろいろ。やっぱそうだよね、毎日その日の自分の写真なかなか載せないかな。じゃあ結論は、結構やっぱりお写真ね、漏れてる時とか、そう、みんなうまく選んでるよね。可愛い写真とか、外でイルミネーションの写真とかたくさん撮っておいて、ちょっとずつ載せてる。で、星谷はイルミネーションの写真も、可愛くてごめんも載せた。結構、え、あとは、はいはいはい、だからやっぱ携帯だ。携帯で写真をね、あの、何回もね、あ、違う、似たような写真をね、例えば自撮りとか20枚ぐらいさ、撮るじゃん。撮るんだけど、もう携帯重いから、もう本当に言い訳ですいませんなんだけど、 Twitter 載せたら消しちゃうの、似たようなやつだから。そうすると、あの、引用リツイートになってしまう疑惑。ドライブ写真もね、載せたんだよね。引用リツイートでいい？また言われちゃう。自撮り？だってさ、配信の日の自撮りさ、顔薄いんだよね。顔薄い。から、なんかファンクラブのラブレターとかでみんなに見せるのはいいんだけど、全世界の発信ってなると、ちょっとあの、あ、焦るんだよね。あ、リリちゃんだ。こんばんは、こんばんは。遅くなってごめん、大丈夫だよ。こんばんは。毎日、今日は何の写真持ってくるかなって楽しみになってた。あ、もう持ってくる？持ってくるって、あの持ってくるのか。明日は何にしようか、じゃあ。写真？え、そうなんだよね。写真ね。バレてると思った。バレてると思った。本当にない。本当にない。外で髪色確認したこの写真とかしかない。やばくない？髪色。あ、日光に当たるとさ、髪色よくわかると思って、何色なんだろうって撮った写真、これは出せないやん。あとにゃんこと、この時にね撮った写真はね、何種類かあるんだけど、載せた気がするんだよね。だからツイッターに載せた
たのと、多分おはようツイートで載せたのと、ファンクラブの方で載せちゃったかなって思っちゃってさ、もっと自撮り、もっと自撮りした方がいい、もっと自撮りするか。もっと自撮り、うん。たまにはニャニャのみ、あ、ニャンコの写真はあるわ。あ、てかそう、今日のラブラブ写真はね、これこれ。あの、見て。ちょっとあの、ライトがオレンジライトだから、すっごいあの、いつの時代みたいな感じなんだけど、これ、今日なんですよ。布団の中、可愛くない？めっちゃ可愛くない？もう、布団、これ、ミクルンの肘ね。でも、ギリギリこれ腕枕じゃないんだ。腕枕じゃなくて、肘の上に、ニャニャの顎が乗ってるんだけど。そう。可愛い。もうくるみちゃん？ママルン？いや。いや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 。それはもうじゃあ最終手段。浜国さん仕事お疲れ様。お疲れ、こんばんは。あんたさんハートありがとう。まあクリスマスライブの時に写真増えるよ。ね。そう。たくさん撮るね。たくさん撮るよ。本当に。ああ、写真ね。銭湯の映え写真ってなんだ？何銭湯の映え写真。なっちゃんこんばんは。あんたさんこんばんは。朝ごはんとか？そっか、自分じゃなくてもいい？朝ごはん？朝ごはん見せれない。何食べてる？朝ごはんは見せれないよ。写真でツイッターに載せるほどのものを食べてない。やどこ。え、何しよう。今日の天気とか、今日の一日一空みたいな、空にする。あとは、あとなんだろう、あとにゃんこ。可愛いよね、ぐっすり寝てんの。割とモバメはちゃんとした写真なるだけ。ねえ、だけって言わないで。だけじゃないでしょ。モバメ？ねえ、モバメね、昨日の夜ね、書いたのにね、送られたの今日の朝で。ちょっと、朝から今日も一日お疲れ様から始まっちゃったんだけど、そう、送られたのが朝だったんだよね。今日はちゃんと夜に届けたい。今日は夜に届けるね。なんでだろうね。なんでだろう。ねえ、あのね、ファンミのね、時の写真を見返したらね、見て、ももみく。って、これは、恋人つなぎだよね。え、恋人つなぎこれ。恋人つなぎだ。恋人つなぎしてる。ミクルンがまさに求めてた写真があったんです。へへへへへ、嬉しい。ちょっとこれのさ、縦画面だったらね、背景にできる。でもこうやってアップにすればいいのかな。そうなんですよ、ちょっと恋人つなぎしてたよ。ちょっと今日本当に鼻声だから、ちょっとあの歌えない。今日歌ったらやばい。写真のさすぎてこれだ。見返してんじゃないって。見返してんじゃない、みんなに見せようと思ったの。やめてよ、違うから。はめこ全落ちしたから、あ、いっぱい撮ってねって。え、撮るね、
撮るし、亀猫ちゃんが撮ってくれるお写真も楽しみだね。楽しみ。可愛く撮ってもらえるようにちょっと美術最高にしたい。マルオさんこんばんは。待って、半までやるね。半桃みくってて恋人つなぎしてたよね。やばくない？ミクルンどっちがあるんだろう。ミクルンのグラビアが見たい。どうかな、どうかな。それは度胸、なんで度胸になるの。度胸度胸言ってないよ。まっちゅんこんばんは、こんばんは。ももみく癒される。でもももみくてーてーを作ってくれたのもファンの人なんですよ実は。で待って、本当に鼻声。とりあえずアドベントカレンダーを開けます。今日は15だよね今日。あ、嘘、15昨日だ。16だ。え、待って、 16？ ここです。猫今日のチョコ。多分こういう形わかる？これえ、多分ね、向きはね、ちょっと待ってね、向きねどう入ってたっけな。こう縦に入ってたけどさ、これあれじゃない、楽器のやつ。え、プーって吹くやつじゃないのこれ。ほら、ラッパみたいな。あ、ちなみに、はい、星谷、クラリネットとホルン弾いてたよ。小学生の頃。ラッパっぽくないか、ホルン。ホルンじゃない？ホルン？ももみく、ももみくててガチ恋くんのペンライトは上向き横に持ってる、どっち？ガチ恋くんのペンライト？上に持ってる、斜め上。これホルンじゃない？じゃあ本日はちょっとホルンだと思って正解を見てみたいと思います。正解はじゃん、縦。多分これさ、横じゃ入んなかったんだろうね、これじゃ。だから縦に入ってた。ラッパ？ホルン？え、ラッパ？ただのラッパ？当たるわけないじゃん。出た。あた、え、これ何？ラッパ？コルネットってなんだ？え、そうだよね。ラッパじゃない。あー、違った。久しぶりに当てられなかった。中学校の蛇口って何？何それ？フライさんこんばんは。あ、フライくん、フライくんって昨日書いたよ。じゃあ食べちゃうね。当たるわけないじゃんこんなん。ね、ポチポチ酔ってる？ポチ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 、今日酔ってる？テンション高くない？ねえ、鼻声なんだけど、温まってねえよ。あ、ポチくん
っていつもこんなもん。そうなんだ。じゃあちょっとさ、ポチポチさ、音符でもさ、そのテンションでいこうよ。音符1対1になるとみんな真面目になる。ね、ラッパの仲間みたいなのがコルネット、コルネット、調べてみよう。あ、間違えた、コルメットって調べちゃった。なんか会社出てきた、コルネット。ほらみんな調べてるよ、コルネットとトランペットの違いって。コルネットなんか複雑な形してるね。何だったんだろう。まあホルンじゃないみたい。ホルンだと思ったよね。一緒だよね。マイクさんこんばんは。てっちゃんおんぼ今日も無理っぽい。え、なんでなんで、まだわかんなくない、まだわかんなくない、信じようよ。ミクルンはまだまだ諦めてないよ。やらないかなって。え、もうみんな諦めてんの、まさか。おんぼ、嘘、メンバーの方が信じてんのに。だって16でしょ今、あと半分あるよね。なんでみんな諦めてんの。諦めちゃダメだよ、そこで試合終了だって。ホルン吹いてクラリネット配信して、指忘れちゃったんだけど、チューニングだけする。ポチポチ音符したらずっと笑ってる。え、したけどずっと笑ってなかった。 ずっと笑う。え、でもやだな、せっかく話すのにずっと笑ってんの。ねえ、せっちさんこんばんは。こんばんは。年越し音符、年越し音符すごくない。あ、そうだ、最近もう12月だからちょっとクリスマスのイベント、あ、イラスト描くね。え、やれるでしょ、例えば26とか。あ、ストレッチ配信ね、日曜日やる、あさってあさってあさってやるね。村重さん推し、おお、だったので高猫メンバー見始めましたが、いきなり楽しいメンバー見つけちゃいました。嬉しい、村重さん。そうなんですよ、村重さん、あのファンミーティングの時も12月31日も司会として来てくださって、そうめっちゃね優しいですよ。嬉しい、お世話になってるんです。高猫見てるんだよ。25日、あ、25日カレー屋さん応募か、なんかね発表してたね。確かに31の土曜日、 あ、そっか土平日だ。え、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくれ。ということは、え、本当だ、31しかない。あ、え、まだ諦めないでね。じゃあ29とか30とか平日なんだけど、やるか、か年明けでもさ、年明けでみんなさ用事あるでしょ。年明けライブ3日だっけ、6日かな、年明け。でも元旦はちょっとできない、今週末が最後のチャンスだ。あ、
まだ病んでないけどギリギリを保ってる。ああ。ああだよね。え、そういうこと？みんな。やりたいなぁ。でも平日年明け3日だよね。2日にする。社会人はそうだよね、28とかに。ああ、ミクルンはできるんだけどな。え、だからちょっと本当にもし平日だったら1分あの5分だけ抜け出そうよ。5分3分あればいい。3分だけ抜け出して話そうよ。今月やりたいよ。もうやりたい。って感じじゃない？3分。ああ。諦めたくないよね。認知切れないよ。ああ、待って、せっかく書いてたのにちょっと薄くなってた。ということで、ちょっと今日の壇上を読みたいと思います。今日の壇上を読みますね。ちょっと待ってね。ミクルンファンのこと、いや忘れないでしょ。忘れないよ。記憶力いいよ。ミクルンが言わないと音符決まんない。だから音符やりたいって言ってんじゃん。音符やりたいって、めっちゃやりたい。え、しかもあのなんかこの間のさ、音符の時はももこちゃんが結構遅めだったのかな。でももこちゃんがなんかそう、もし次やるなら早い時間がいいですみたいに言ってたから、あ、星谷に夜入りますみたいに、ね、伝えたんだけどね。星谷に夜がいいですみたいな。でも確かに平日でメンバー10人ってなると20とか無理だもんね。一斉に6時スタートとかかなって思うよね。では壇上を読みます。おんぼなくても忘れないでね。顔コロックさん、初見さん、はじめまして。美人さん、ありがとうございます。大学1年生19歳のみくるんこと星谷みくるです。高根のなでしこっていうアイドルグループ活動してます。ちょっと終わっちゃうんですけど、明日明後日21時半からやります。明後日ね、ストレッチ配信するよ。明後日では読みます。13位から読むね。13位、マムモモさん。12位、アッツン。11位、パパパさん。10位、アツシさん。9位、TMT さん。8位、黒髪さん。ラッキーセブン、煙突さん。6位、ユージ、ありがとう。5位、ピコさん。4位、アントさん。3位が、ノンタン。かわいい名前。やっぱちょっと鼻声。ノンタン。2位が、ダイちゃん。そして、この配信の1位が、じゃか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 じゃん、てっちゃんです。ありがとう、ありがとう。みんな金曜日ね、お仕事とかさ終わってゆっくりしたい日だと思うのに配信来てくれてありがとう。てっちゃん、かわいいタワーありがとう。ちょっと今日はこの間かわいい描いたからクマにした。ちょっと待って、あとクリスマスツリー、ありがとね、楽しかった。
嬉しい。こうやってさ、イベントがさ終わった後でもさ、ギフトとかさ、カウントと星様投げてくれてありがとう。受け取ってる。また明日ね。今週の土日、はい、星谷は写真を撮ります。だからそれこそ、え、あ、見たことない新しいの来たって思ったらリプして、リプして褒めて、ミクルン撮ったんだねって、ちょっとよろしくね。みんなのために撮りに行くね。ミクルンの配信だから来てるって、え、ちょっとキュンキュンしちゃうね。それはありがとう。また明日ね。また明日ね。ありがとう。ちった行ったから見て。オッケー。おつみくるん、おやすみ。土日ね。お写真撮ろう。また明日ね。ヘイホーさん、おっちゃん、明日21時半からやります。おやすみ。くるん。